前向きにこう舵を取り直したりするのはやっぱり難しいですか。まあ、簡単な作業ではないと思いますけども、はい、まあ、前節からの引き継ぎで起用されている選手もいますし、はい、村上主審の笛が鳴って湘南ボールのキックオフ、前半が始まりました。ショートコーナーもできる立ち方をしています。相馬とマテウス、手前を狙ってきた、うん、清水の頭、清水、ね、この選手ヘディングもありますから、はい、手を挙げた相馬、逆サイド、同サイドで太田マテウス、金崎を見た、よく見てますね、金崎のシュートだ。太田の横パス、狙っていたのは金崎ムーです。マテウス、ゴールに向かってきた、谷がしのぎました。またマテウス、また同じようなボールだ。相馬拾ったところでボールはラインを割りました。岡本です。岡本、うん、手前に岩崎、そこを狙った小林のクロス、ね、これは鋭くサイドから攻め切って狙ったのは岩崎、蹴ったのは小林です。下げずに、おお、手前に入れた山崎だ。これはチャンスになりました。間合いを変えたマテウス、あのやっぱり存在感しっかり2人で出せてますから、2トップでね、はい、はいはいはい、そこの働きについては、おお、マテウスチャンス、飛び込んできた、最後前田直樹、これはゴールキック、一度直接ゴールを伺うようなボールも蹴っている今日のマテウス、どうだ、手前、入った、今度は枠を射抜いた左足、アディショナルタイム92分、右コーナーマテウス左足一閃、土壇場名古屋一歩前に出ました。あ、そうですね、斉藤かな、手前のストーンの、そうですね、そうですね、まあ、変化したボールだったので、はい、まあ、触らなきゃっていうアクションがギリギリで触った結果、ちょうどニアを抜けてしまったという感じですね、はい、それだけボールの質がやっぱり高かったと思います。ゲーム終了の笛です。土壇場の土壇場、このマテウスの右コーナーキックから名古屋の劇的な決勝ゴールが生まれました。